医心館の地域連携という業務に携わっているんですけれども、病院さんに営業に行って患者様をご紹介していただいて、それでご家族様に見学に来てもらって、施設のご紹介をしてご意向をもらったら、アセスメントシートを書いて入居までの調整をするっていう風なお仕事をしてます。フレックスなので、出勤時間っていうのは決まってはないんですけれども、だいたい9時前後ぐらいに出勤をしてきて、1日のスケジュールを確認します。病院さんにアポを取って訪問するんですけど、多い時だと保険とかアポを取って、病院さんの関係ソーシャルワーカーさんだったり退院女性の看護師さんとコミュニケーションを取って営業活動しております。よくはこうご紹介いただくところとかだったりすると、先生出てきたりとかするところもやっぱりあるんですけど、IC のところに一緒に来て話してほしいとか、ですかね。実地調査の時に先生が顔を出してくれたりとかすることもありますし、リハビリの方だったりとかソーシャルワーカーさんとか、いろんな病棟の担当の看護師さんも、退院調整の看護師さんとかもやっぱりいるので、いろんな方と、お会いすることになりますね。お昼休憩に入ります。フレックスなので、業務と業務の間の空いてるところでお食事食べるんですけど、だいたいお外出た時に帰りに買ってちゃちゃっと済ませることが多いです。ご家族様のご見学させていただいて、医心館のお話をして、医心館の魅力をお伝えするようなご家族様の見学対応をした後に、入居者様の調整をしなければならないので、来ていただくクリニックの先生とお話をしたり、ケアマネージャーさんをお探しして、ケアマネージャーさんと調整をしたりとかっていう事務作業があります。逆に最初からできない方がいい。そうやんないで、セファゾリンだけやるかやらないか、もう推しの先生に任せようかなみたいな話を一応してるんですけど、市町村に行った後に、入居するためのアセスメントシートが必要なんですけれども、それを作成したりだとか、推しの先生に送る情報だったり、ケアマネさんに送る情報だったりとかを整理しています。事務作業が終わった後は、問い合わせに応募が来た患者様の入居判定を会社や上司の方とさせていただいて報告して、業務が終了になります。で、ここから施設戻ってきます。今日終わったので帰ります。お疲れ様です。お疲れ様です。もともと産婦人科に、この前も産婦人科にいたんですけど、人が生まれているところに、ずっと長く携わっていたところから、大きく、人が最後を迎えるところというところにこう方向転換をしてきたんですけれども、医心館 の、その病院さんじゃなかなか亡くなれないっていう、こういう時代になってきてしまったので、その時に家か療養型病院かっていう中で、施設型のホスピスっていう新しい場所を提供した理念だったり考え方に、感銘を受けて、思い切って飛び込みました。初めてご家族とお会いしてお話をして、医心館に決めてもらって、そこから本人さんとお会いして調整をして、入居までに、早い人もいれば長くかかる人もいるんですけど、皆さんそれぞれに思いがあって、バックグラウンドがあって、もうこれっていうものは本当に決められなくって、最後お見送りした方もいらっしゃいますし、本当にいろいろあるんですけど、私新垣さん会ってよかったよって、言われることが本当に多くて、退去された後もご家族様からお電話をいただくことがあったりして、そういうことをやってるのが、日々の、心に残っていることですかね。日々の活力にもなってます。これからもいろんな方と関わっていく中で、もう誰もが知ってる医心館になっていけるように、していくのが、地域連携職としての目標なのかなと、思ってます。